はタピユーチューブどうも、ソーシャです。はい、ということで本日はですね、またちょっと新しいスニーカーを買ってきましたので、それを紹介していきたいなと思うんですけど、今回紹介するスニーカーはですね、まあ、ちょっと前になんですけども、打ち合わせがあったので久々にですね、昼間の原宿に行ってきたんですよ。まあ、原宿に行ったらですね、まあ大体ワーム東京に行くんですけど、まあ、それでまたフラッと行ったらですね、もうめちゃくちゃ懐かしい、もうずっと探してた一足があったんです。で、まあ、それを買ってきたのでね、今日の動画で紹介していくんですけど、多分めちゃくちゃ懐かしいなと感じる方もね、多いと思いますし、本当に初見だなという方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなという一足です。ということでね、その買ってきたのがこちらなんですけど、見てわかるかな、まあ、シルバーの箱にですね、このマイケル・ジョーダンの顔、こちらの箱はですね、2000年代初期に使われていたジョーダンシリーズの箱です。で、今回紹介するこの一足なんですけど、前にですね、多分どっかの動画で喋ったかなと思うんですけど、僕がですね、大学生の頃に履いてた一足なんですよ。で、それでですね、もうめちゃくちゃ懐かしいなと思って、もう本当に見つけた時はですね、めちゃくちゃテンション上がりました。ナイキニューレトロエアジョーダン1ローでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足でございます。こちらをですね、原宿のワームで見つけてきたんですけど、もうめちゃくちゃテンション上がった一足なんですよ。多分ですね、僕よりも上の世代の方であればですね、めちゃくちゃ懐かしく感じる一足なんじゃないかなと思います。で、多分この動画をご覧いただいている方の中でもですね、初めてこれを見たという方もね、いらっしゃるかなって思うんですけど、こちらはですね、2002年に展開されたエアジョーダンシリーズのモデルとなっておりまして、これのですね、ベースとなっているモデルなんですけど、皆さんも大好きなですね、こちらのエアジョーダン1をベースとしたモデルなんです。で、まあ、ニューレトロというですね、まあ、名前の通りなんですけど、1985年に展開されたエアジョーダン1を、その2002年当時のですね、現代風にアレンジしたモデルとなっております。で、まあ、言うてもね、2002年なので、まあ、今から大体20年ぐらい前の話ではあるんですけど。ということで、上から見るとこんな感じのデザインでございます。でも、普通のジョーダン1を並べるとこんな感じ。で、まあ、デザイン的にですね、まあ、つま先の部分ですね、まあ、ここは普通のジョーダン1と同じなんですけど、まあ、それ以外は、違うな。で、まあ、特徴的なのがですね、まあ、やっぱりサイドパネルのこの片押しのウィングローかなと思います。で、まあ、ジョーダン1だとここがですね、まあ、数種になってるんですけど、まあ、このモデルっていうのはですね、一切数種ってのが入ってないんですよね。で、まあ、外側はですね、こんな感じで片押しのウィングロゴが入っておりまして、で、まあ、内側はですね、ここにちっちゃくジャンプマンロゴがあるだけなんですよ。で、まあ、アウトソールはほとんど同じ形状ではあるんですけど、ここにですね、クリアソールが使われてるんです。で、まあ、カラーリング的にですね、シカゴカラーではあるんですけど、まあ、シカゴカラーというよりも2018年にリリースされたブレッド島っぽい感じもありますよね。なんかブレッド島っぽくないですか？で、まあ、ジョーダン1のローカットで言えばですね、まあ、今も出てるんですけど、個人的にはですね、ローカットなのであれば、こちらのニューレトロの方が好きです。で、ボリューム感がですね、ニューレトロの方がちょっとボテッとした感じがあるんですよ。その感じが僕としてはちょうどいいです。で、まあ、僕がですね、大学生の頃に履いてたモデルなんですけど、まあ、これとですね、微妙にちょっと違う部分があるんですけど、こちらですね。もうほんまに微妙な違いではあるんですけど、これを履いてたんですよ。で、まあ、こちらの僕が買ったやつなんですけど、この黒の部分ですね、まあ、ここがヌバックになってたりとか、あとはですね、かかとの部分にですね、ジャンプマンロゴの刺繍が入っておりまして、確か2008年ぐらいに展開された、リリースされたモデルだったかなと思います。で、それをですね、確か当時スポーツオーソリティだったと思うんですけど、まあ、セールかなんかになってて、バイト代で買って、それをめちゃくちゃ気に入って履いてたのを覚えています。まあ、その当時ですね、その綺麗に履こうとかそういうのがですね、まあ、全くない時でして、もうめちゃくちゃ履いて結構汚れてきて。で、その時ですね、僕ピザ屋でバイトしてたんですけど、まあ、汚れてきたのでもうピザ屋のバイト用のスニーカーにしたのを覚えています。で、それで最後はもうボロッボロになったので捨てたのを覚えてますね。なんかこう今振り返るとめちゃくちゃもったいないことしたなって思います。はい、ということで履いてみるとこんな感じでございます。まあ、デザイン的にですね、エアジョーダン1をベースにしてアレンジしたモデルではあるんですけど、本当につま先の部分だけですね、こう引き継いでるようなそんな感じのデザインなので、まあ、ジョーダン1っぽさはないんですけど、やっぱりこのシルエット、ボテッとした感じのシルエットっていうのは個人的には結構好きです。で、カラーもですね、白、黒、赤というですね、まあ、シカゴブルーズのカラー、というところで、まあ、シカゴカラー、ブレッドカラーって言ったりするかなって思うんですけど、まあ、このカラー、ナイキのこのカラーはずるいかなと。
でですね、2002年のモデルということで、もう今から19年ぐらい前の、モデルではあるんですけど、まあ中のね、ミッドソールの中ですね、っていうところがですね、まあ加水分解とか大丈夫かなと思って、ちょっと怖いなと思いながらね、こう履いてたんですけど、まあ問題はなかったですね。まだ全然剥げそうな感じでした。まあこんな感じでね、真ん中のデニム、ダボっとした感じのデニムにぴったりかなと。で、こちらのニューレトロのシリーズなんですけど、実はシリーズ化されておりまして、前に一回動画でも紹介したんですが、こちらですね、エアジョーダン2のニューレトロもあるんです。で、まあ、ちょっとカラーは違うんですけど、こちらがですね、普通のジョーダン2。まあ、パッと見のシルエットは結構似た感じのシルエットになってるかなと思います。まあ、ちょっとジョーダン3以降がですね、あったかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、こういったモデルをですね、今出すっていうのもちょっと面白いんじゃないかなと。ただま、その当時ですね、まあ、人気があったかどうかっていうところはね、まあ、ちょっとわかんないところではあるんですけど、まあ、そんなに言うて人気はなかったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、それもあってね、もう今人気出るかどうかっていうところもね、ちょっと不明ではあるんですけど、僕は結構好きなデザインのモデルかなと思います。もし今ねこれ復刻で出るんであれば僕は買いたいです。でこちらのジョーダン1のニューレトロなんですけど、他にもですねその当時何色か展開されてたみたいなので、まあ、この動画を見て気になった方はですねぜひ探してみていただければなと思います。まあ、全く出てこないっていうわけではないのでちょっと探せば出てくるかなとは思います。まさかニューレトロの 1,2 が揃うとは思ってなかったですけど、はい、ということで本日はニューキックスナイキニューレトロエアジョーダン1ローでした。本日の動画が良ければ、またニューレトロにですね、ちょっと興味が湧いたなっていう方がもしいらっしゃればですね、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、Twitter や Instagram、そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。まぁ、ちょっとね、そのスニーカーの話とは全然違う話になるんですけど、日本のプロ野球のですね、オールスターのファン投票が始まりましたね。まぁ、この動画を撮影しているのがですね、そのファン投票の開始1日目なんですけども、しっかりファン投票1回やらせていただきました。まぁ、確かですね、まぁ、1日1票とかそんな感じだったかなと思うんですけど、まぁ、でも今年ですね、やっぱりオールスターで僕が見たいのは、阪神の佐藤選手ですよ。まあ、この撮影日のですね、前日に交流戦でですね、まあ、阪神対西武があったんですけど、まあ、そこでも1試合3ホーマー。これにはちょっと度肝も抜かれましたよね。まあ、ある程度ね、活躍するだろうなとは思ってたんですけど、まさかここまでの結果残すとは思ってなかったです、正直。まあ、これはですね、もう一野球ファンとして今後がすごい楽しみな選手の一人です。まあ、去年がですね、まあ、オールスターが開催されなかったということで、まあ、2年ぶりのオールスターになるのかなというところなんですけども、まあ、佐藤選手見たいですね。ぜひね、野球好きの方はオールスターのファン投票、忘れずにやっていただければなと思います。僕は絶対佐藤選手入ってくるんちゃうかなとは思うんですけどね。はい、ということで、また次回動画でお会いいたしましょう。See you later! バイバイ。